このお話はゴーストと呼ばれるモンスターが救う街で人々を守るために日夜戦うコンビニ店員たちの話である。いらっしゃいませ。おい早くしろよ。申し訳ありません。惣菜切れてんじゃん、ちゃんと補充しとけよ。申し訳ありません。ありがとうございました。はあ。お姉さん初めて見るな。最近入ったの？え、体力的にも精神的にもきついっしょ、コンビニは。いえそんなことは。いつでも話聞いてあげるよ。はあ。こういったことは迷惑です。ち、先輩。困ったら呼べって言っただろう。困ってません、あのくらい全然平気です。一人でなんとかできました。冷や汗ダラダラだったやつが何言ってんだ。まだこの仕事始めて浅いんだから遠慮せず頼れ。変な気を使われる方が迷惑だ。ダメだな、私先輩に手間かけさせちゃって。早く一人で何でもこなせるようにならないと、役に立てるように頑張るんだ。いらっしゃいま。レジの金全部詰めろ、早くしろ。え、どうした？強盗です、警察に連絡お願いします。なあ、何無茶して。危ないから変われ。先輩の手助けはいりません。はあ？ゴーストに比べたらこのくらい余裕です。私だってやればできるんですよ。バカ野郎。というわけなんだ。なぜアーも堅くなに頼ってくれないんだと思う？知るか、持ち場に戻れ。ファントムマート、もっとニコニコしてみたらどうかな。怒られちゃったんだって。ドンマイ。